今回は漫画ででわかる仮説思考といいう本を読みまましたたので紹介させていただきます何事もまずは情報収集とその分析という考え方を捨てよう情報収集をさんなくしていると時期を逃してしまう真面目な人ほど意思決定を遅らせてしまう傾向にある情報が多いと正しい意思決定ができるというのは幻想に過ぎない 情報集めに終始すると選択肢が増え意思決定が遅くなる仮説思考の情報収集は選択肢を絞るためにある仮説思考を使うコンサルタントは楽をする手を抜くやり方を知っている仮説を立てる際にはディスカッションやインタビューをすると手っ取り早い仮説を検証して証明されたらその仮説をより具体的に進化させていこう 網羅思考の上司でも最低限の材料を集めれば説得できる仮説,仮説思考が失敗しても網羅思考にもたらないように仮説はあっていても間違っていても進化させていくもの仮説が否定された段階で新たな仮説のヒントが発見されることが多い仮説を同僚や上司に話すと証明修正が早くなることも 仮説・検証のサイクルを毎日回していこう。論点設定は問題解決の上流に位置する。問題解決のプロセスは行ったり来たりしながら進めるもの。与えられた論点は疑う癖をつけよう。論点は解決できるかどうか、実行可能かどうか、解決したら効果があるのかの3点で検証する。 論点を確定したら、イシューツリーなどで整理して、全体像で確認する。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。